何かに挑戦してる人って、まあ、全員強い人に見えちゃうんですよね。恥ずかしくてできないなって思うことが、そういう人見てると、まあ、いっぱいあって、やりたいことはあるんだけど、まあ、どっかでそういうのをこう我慢しながら生きてきたっていうところがあるのかなっていうのは思いますね。ラジオは好きでしたね。やっぱりなんか自分だけの時間を初めて持てたような気がしますね、ラジオ聞いてて。まあ、でも気づいたんですよね。何かに挑戦してる人たちも、なんか恥ずかしい気持ちゼロじゃないんじゃないかって。キャーってなる感じ。何かっていうと、病気かと思ったよ。何かにチャレンジするときに恥ずかしいって気持ちをもう待っちゃいけないとか捨てろっていうふうによく言いますけど、やっぱ恥ずかしいって気持ちをどっか心の中で飼いながらやるっていうあり方もありなんじゃないかなっていう、こういうこと伝えられるのはやっぱり人一倍恥ずかしいって気持ちに敏感な僕だからこそできるのかなって思いますし、18歳19歳だった頃の自分に見せてあげた時にいい番組だなって言ってもらえるような番組になりたいですね。ダンディーさんがなんですね。ゲッツね。恥ずかしい気持ちもゼロじゃない。